前方からの写真、後方からの写真。ヘヒト、またはタイプ X ビアとは、第二次世界大戦時に、ナチスドイツで建造された、全電動で、二人乗りの特殊戦工艇である。ヘヒトとはドイツ語でカワカマスを意味する。ヘヒトが建造されたきっかけは、二隻のイギリス製、X 級潜水艦、X6 及び X7 をサルベージしたことに始まる。 これらはドイツ戦艦ティルピッツを撃沈しようとしたソース作戦中に沈没したものだった。ハウテンとクリグシフブは直後にイギリス製戦工艇を検査し、これをもとに二人乗りの戦工艇の設計を行った。これはタイプ X ビアとして正式化され、エヒトと名付けられた。X 級戦工艇のようにタイプ X ビアは敵艦の起水戦火を襲うため、 爆発物を傾向するよう設計されている。ただしこれは著しく小型化され、X 級とは相当異なっている。この艇はディーゼルエレクトリックの推進方式を搭載せずに済ませており、その代わりにすべてを電動の12馬力アイグ製魚雷用モーターに頼っていた。これは基本的に艇が先行して用いられる予定であり、ディーゼルエンジンの必要がなかったことによる。 しかしこの結果、4ノットで69回入りという非常に短い、航続能力となった。この先行艇には、防戦網や類似の障害物を突破できる必要があったことから、艇には水中翼やフィンなしに設計され、訓練では重量物を十分速やかに移動できなかったため、装備が全く機能せず、そこですぐ水中翼とフィンが装着された。 それでもなおエヒトの先行能力は、バラストタンクを装備しないため貧弱だった。爆発物を傾向するようにヘヒトが設計されていたとはいえ、沿岸海域で船舶を攻撃できるよう、カールデイニッツは魚雷を傾向することを主張した。ヘヒトは手に吊り下げた、魚雷一発、もしくは、嫌い一発、また、艇首のリムペットマインで武装するよう設計された。ヘヒトの外形は、 イギリス製のエルマン潜航艇に似ている。取り外し不能な爆発物が潜航艇の艇所に装着され、全部区画には電池とジャイロコンパスが備えられた。ジャイロコンパスはドイツの特殊潜航艇に初めて備えられたもので、艇を潜航させて用いるならば、後方に必須の装備とみなされていた。この区画の後方は操縦区画で、上員二名用の座席が備えられた。 席はセンターライン上に並べられ、機関員が前方に、艇長が彼の後ろに位置した。艇長にはペリスコープが与えられており、また後方を目的として透明なアクリル製ドームが設けられていた。潜航艇はもっぱらほとんどを海面下で運用するよう意図しており、ジャイロコンパスの装備が必要であると決断され、これを装備した最初のドイツ製特殊潜航艇となった。 1944年1月18日、デーニッツはアドルフ・ヒトラーと新規設計につき検討し、ヒトラーは3位を表した。3月9日、試作艇を建造するためキールのゲルマニア・シャフトと契約が結ばれ、3月28日にはさらに52隻の先行艇の建造契約が続いた。1944年5月から8月までに、 総計で53隻のヘヒトが建造されたが、これらの艇の不満足な性能から、実戦投入は行われず、もっぱら税粉との搭乗員の訓練に用いられた。この先行艇の艇主には、直機嫌いの代わりにダイバーを乗せることができた。ありがとうございます。